スズル TV。 ズルズル、どうもスズルです。いや、毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、そろそろねちょっと関東から出るんじゃないかという声もちらほら聞こえてきているということで、本日こちら来てます。ドン、小田急線本厚木駅から徒歩7分ぐらいのところにある麺屋食堂さんにお邪魔してます。こちらはね、結構かなり多くのリクエストをいただいていたお店で、それでもね、ちょっと本厚木はなかなか遠くて来れなかったのですが、もうようやく来れたということでね、とっても楽しみにしてるので、早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ、麺屋食堂さん、バラエティ豊かな注文制です。メニュー豊富でどれを頼もうか悩みましたが、すするは特製中華そば一本で勝負したいと思います。随分にぎやかな店内だなと思い見回していると、あ、待ってましたよ。来ました。こちらが麺屋食堂さんの特製中華そばです。はあ、なんとシンプルに見事な盛り付けなんでしょう。ほのかに香る醤油の香りに、豚と鶏の2種類のチャーシューが食欲をたっぷり沸かしてくれます。それでは、いただきます。まずはスープから。フォーリン！綺麗なスープ。早速スープを、はい、すする。ウェイウェイ、魚介の旨味が詰まったキリリとしたスープ、非常に上品で豊かな味わいでとってもうまいです。お次は白髪ネギを食らっちゃいましょう。くー、ネギの辛さをしっかり抜いてあり、スープとも合うんです。さあ、ここで登場するのはコーンです。早速食らうと、中華そばには珍しいコーントッピングですが、しっかりスープと合い、なんかやめ抜きわかんないうまさです。ここで歯ごたえしっかり系のメンマ食らって、やってきました、鶏チャーシュータイム。ほい、食らう。いや、ほい、柔らかくしてあり、さすがです。レンチャンでいっちゃいますよ。今度は豚チャーシュータイムで、よっしゃ、食らう。歯ごたえしっかり系のチャーシューは肉の甘さを噛むほどに感じられ、ほっこりしますね。続いてはこちら、ワンタンです。顔が隠れるほどの大きなワンタンを食らう。ウェイ、トロフワのワンタンは肉汁もしっかり感じられて、スープにしっかり使ってあり、うましです。さあ、このままここで満足して麺の登場です。そりゃ麺をすする。ウェイウェイ、なんと噛み応えのいいストレート麺なんでしょう。自家製麺の小麦のうまさを堪能でき、麺のこだわり感じられて、とってもうまいです。ここで海苔に登場してもらって、海苔バサミで、はい、スースル。よっほい、海苔の風味が麺をいい感じにブーストさせてくれて、さらにうまい。ここで正面からのチャーシュータイムで、ドーンと食らう。うほほい、またここで口の中に甘さを広げてくれて、食べやすい。はい、ここで麺すすってからの、買いたいペットランキング第1位の味様に登場してもらって、はい、食らう。ワンワン、ちょっと固めにしてある味様は口の中はあっさりとしてくれて、スープとの相性バッチリで、スープがさらにうまく感じられます。ラストに海苔ハサミでもすすって、具材をしっかり探してスープすすって、皆さんにサービスしている黒うどん茶も飲んで大満足。というわけで本日も完食、大変美味しくすれました。シンプルなのに深みがあり、遠くても来る価値があったとしっかり確信できるラーメン堪能させていただきました。ラストレース、オー。はい、ごちそうさまでした。いやー、麺屋食堂さんにね、行ってきたんですけれども、なんかね、結構こう派手な外観とか内観からも想像できないようなね、シンプルで奥深いラーメンでしたね。もうあの魚介の旨味がね、詰まったキリリとしたね、醤油スープと、もうあの噛み応えのいいね、細いストレート麺の相性もバッチリでしたね。もう、あのバイオリンとね、バイオリンの弓みたいな感じでね。いや、それにしても美味しかったですね。なんか店員さんのね、接客とかもこう良くて、なんかとてもね、こう気持ちよくこうお店を出られたというか。いや、それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋食堂さん、テンテレのポポゾンや。はい。